無理だよ、無理だろこれ、このゲーム真面目にやんの。まだ俺はこのゲームを愛せるかなと思っていざ開いてみるとね、俺なんかあった？ちげえよ！ゴミみたいなゲームになってんじゃねえかよ。やってきまーす。意外とうまくでしょ。よいしょ。こんにちは。お久しぶりです。なんだかんだ。0時で結構動いたからさ、反動が来ちゃって、オタ活しちゃった。何もかもやめて。まあでも、YouTube はずっと上がってたんでね。今日からまた、ゆっくりやっていこうかなと思います。7点ストークでもらったよ。7点、7点さん！そういえば、もう一回コラボしようみたいな話あったな。企画で止まってんだよな。こんな LINE が来たらキュンとするみたいなのやりたかったの。なんか、それやると私ちょっと企画倒れしちゃうんで、あんましかもしれないですみたいな。なんて来たらキュンとすんのって言ったら、50万あげるって来て、それはちょっと企画倒れするわみたいな話で止まっちゃってる。そういうことじゃないんだよね。いつか自分のものに引き寄せる。おぉ、ミスった。ペットがどっか行ったな。何？うえうるせえな、空か、こいつ。無駄にはしない。お前のせいで俺も死にかけたんだが、黙っとけ。何このゲーム、もう何このゲーム、本当に壊滅してる。ロルとかいうゲーム、敵のドミネーティング、強い。あなたのチャンピオンが倒されました。もっと強くならねえと。えぐいな、ちょっとこれ。畜生。無理だよ、無理だろこれ、このゲーム真面目にやんの。いやー、ちょっとなー、あれですよ。シャルル国防大臣に働いてもらおう。あの人ロールパートナーじゃないでしょ。何言ってもいいじゃん。ちょっと表向きの、昼食、夜食作ってさ、昼食校長先生やってさ、夜はちょっと暗殺者なんない。昼と夜で職業分けよう。えぐい。ちょっと。今の聞いたな。ロルモンタゲ見てるときは一番おもろいな、このゲーム。終わってしまったんだな。愛していたからこそわかる、このゲームを。まだ俺はこのゲームを愛せるかなと思って。だからまだ心のどっかで愛してるから動画とか見るんだけど。いざ開いてみるとね。どっかのサーバーとか合併とかは現実的ではないけど、もしできたとしたら開き直れんだけどね。日本サーバーでつって海外から来たやつがさ、バカバカ喧嘩してると、さすがにやる気なくなっちゃうよな。しかもその海外から来てるやつらはさ、ほぼほぼサーバー界さ、バーンされてもダメージがなくてさ、しかもそのダメージがないっていうのを分かってるから、日本のみんなもさ、レポートしないんだよね。そのレポートっていうことに手間を割かないんだよ。だからこそ治安が終わってくんだよね。みんな日本サーバーの日本人で、まあサーバー化だとはいえ、日本語でやってたら、こいつでレポートしたら結構効くかなと思って、ちょっと制裁を食らってほしくてみんな通報するんだけど、海外のことで喋ってると何喋ってるか分かんないし、疎外感があって、そもそもレポートしねえから。
しかも海外のサバーがバンしてバンされて、なんかこっちが気持ちよくなるかっていうとそうでもないじゃん。通報ってこっちが気持ちよくなるかならないかみたいなの超大切なんだよね。だから NA の時のロールには、あのこの人のプレイは下手だのレポートがあったわけよ。通報する側が気持ちよくなるかならないかの問題で、海外の人が日本語以外の言葉喋んないで喧嘩してるやつらレポートする気になんないって、そいつらどうでもよすぎる。もういやロールね、いや俺こんなこと言うと思ってなかった。俺昔のロールは良かった。俺はこうやって言う人を何て言うかも知ってるし、この存在が嫌われるってのは知ってるけど、それでも俺は言いたい。昔のロールは良かったんだよ。ロールジジイになっちゃった。トロードちゃんがアカデミー加入疑惑が出てる。アカデミーなら全然いいと思うけどね。いやでも俺トロちゃん、いやーちょっと待って、俺この前もさ話したんだけどさ、俺が配信終わった後にトロちゃんの配信見に行ったら、バロラントやってて勝ってたんだけど、味方の1位が20何キルでトロちゃん2キルとか3キルだったの。勝ってたのに味方に申し訳なさそうすぎて泣きそうになってたの。いやー本当にごめんって言いながらやってて、勝ってるんだよ。ロルってさ味方への申し訳なさ、バロラントの5倍じゃん。メンタルなんて気強くしなくていいんだよ。そんな負荷に耐えようとしうる身体を作んなくていいんだよね。メイドインアビスではあの一番上のさ、みんなが住んでるところでもう老後まで過ごしてほしいわ。そのトライしないよし、上のいるとかどうでもいいから、とりあえず上で静かに幸せに過ごしてほしいわ。シャルルは白笛だからね。あのエレベーター作って遊んでるよ。すごい無垢な心を持った子供たちを育てて、その上昇負荷でダメにしていくっていう、ぐちゃぐちゃにしてそいつの人生を終わらせていくっていう遊びしてるから、まあロールの気分にまたなると思うんで、ちょっと今日は終わり。ちょっとボコボコされた俺。久々にね、ちょっとねロールの周期を浴びた。マスクなしで不快に入るとね、ちょっとこうなっちゃうから、ちょっとちゃんとマスクつけてくるわ。ユパ様ですらつけるからな。昨日のロールの一試合はチームメイトが俺以外4人中国人で、俺以外の人たちが全員喧嘩して、試合が15分以内に終わった。うんこみたいな試合。その現状許していいのか？昨日配信終わった後、オーバーウォッチしてたんだけど、オーバーウォッチしてんのにロールのことが頭にこう、フラッシュバックするよね。許せなくてさ、今日はその取り締まりをしようと思います。ゴミどもが、ブチブチにしてやるっつってんだよ。うんこ。ロールなんかあった？ちげえよ！こんな状態で何もなかったように佇んでたロールがどうしたって感じ、俺としては。なんでない悲鳴をあげないんだ？このゲームのユーザーは。なんでこれが当たり前だと思ってそのまま佇んでたんだ？声を出せよ！ゴミみたいなゲームになってんじゃねえかよ！ありえないよ。俺昨日の一戦マジ忘れらんないって。なんか他ゲーやってたからこそ思うわ。うんこゲーになっちゃってるよ。まあまあ。トロちゃんが、なんかその、この世界に飛び込むって言うんだったら、俺このゲーム自体を変えないといけないんだよね。ナナリーを守るルルーシュの気持ちが今だったらわかる。間違ってるのは俺じゃないんだよね。世界なんだよな。俺は死んでもいいんだよ、別に。スタミレクイエム起こして。まあちょっと悪のゴンゲがいるからな。シャルルビ・ブリタニアが。シャルルビ・ブリタニアを一回殺さないといけないんだけど、そうなると。ツラピ。ツラピだよ。ゼゼ6やん。切り角だ。ナイスナイス。おっと？おっ！おー。敵を倒しました。YouTube 登録者数10万人いったの？俺が知らなかったよ。まあ、雑談動画を作り出してから多分登録者数、が1ヶ月で2万とか3万とか増えたんじゃない？何してやろう、俺！お前みたいなやつをな、俺は取り締ま、敵を倒しました。
敵のキリングスプリー。バーカ、あぶねえ、あぶねえ、マジで死にかけた。危ない、シャットダウン、味方が倒されました。いや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 、お伺い立てたし、今の別に俺な、今来たけどなんで日本サーバーに怒ってるの。俺はね、そのコメントが腹立たしいよ。なんで俺がキレてるのかわからないのかい。うん、なんでこれが普通になっちゃってるんだお前らは。アルティメットは対空があるから、アルティメットスタート EQW、おい連れてくんだ。終わったぞそれお前。味方が倒されました。やめやめやめ、避けた。これフラッシュねえかな。それね、 Q がないんですよ。ナイス、いい判断、いい判断だよ。あ、いい、ナイス、アルティメット止めてるよ。W でずらしてから、あ、いないっす。さよなら。人体に害はない。お、やば。やめろやめろ。これ後ろから来てる誰か。お前と俺の1対1？ありえなくない？どういうこと？もうその時間終わったんだけど。お前が1対1どうこう言ってあげる。ポキーン。なんでよ。え、今 W 使ったよ。え、W 使った、 W 使った。嘘、ぴょん、使ってなかった。いや、ナッサンちょっと、ナッサンじゃない、イリリアやれ、あれイリリアよ。いいよ、ゆっくりこ、オッケー。シャットダウン。いや、イレリア死んだものよ。ゆっくり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 、ゼロ。俺やる、俺やそれ。危ねえ。返すな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 。返すな返すな返すな。パッパララ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 ラッタラララだろう。いけ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 、俺とナッサンで終わらせよう。俺とナッサンで終わらせよう。ジジ完全に見えてやがった。ここだよな TP は。そうだよな。今回は喧嘩なかったな、平和だったな。